手よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、しかしあの楽屋でも拝見しましたけど、3人仲いいですね。なんかこう写真を撮り合ったり、私こっそり見てたんですけれども、気持ち悪い、気持ち悪いって言わないでください。初対面です。ごめんなさい、はい、でもあの予告編でも流れてましたけど、格闘シーンそれぞれあったじゃないですか。はい、怪我とか大丈夫ですか？なんかあね、当たっちゃったりとか。私撮影終わった後レントゲン撮り行った。そういう話はしないでください。そうです。皆さんアクション経験あったんですか？私はその特撮出身なので多かったので、肩入れ芝居が多いんですよ。あのユリアも特撮出てるんで肩入れ芝居が多いっていう話ですごい盛り上がって。なるほど。競争してたんです。2人でずっとそうやってやってたりとか。多田あさみちゃんはあの腕の位置がダサいって監督にすごい言われてます。腕の位置がダサい。例えばなんかその構えがこの辺とかはすごいいいのに、はい、こうなるんです。あ、なるほど。猫の手になる。猫パンチ。美咲さんはこの、はい、ね、SM の女王役でございますけれども。そうです。ぴったりでしょ。ぴったりですね。もう衣装もぴったりですね。なんか鞭を打つシーンがあって、ありますね。あの社長に、うん、すごい怖かったんですね。あ、そうなんですか。そうなんです。私顔すごい S に見られるんですけど。そうですね、 M なんですよ。皆さん大きな拍手でお迎えください。レッスルワンよりプロレスラー武藤敬司入場。武藤敬司さんです。よろしくお願いします。なんか一気にこうなんか、ね、皆さんの目がキラキラし始めましたけど。ゲストという立場できながら、はい、まあ、この映画の応援部長のような、ね、はい、使命もやりながら、はい、実はスカウト部長としても来ました。スカウト部長ですか？特にね、彼女ね、すげえ運動神経いい。あ、もうご覧になられたんですよね。見てます、見てます、はいはい、じゃあ美咲さんの格闘シーンが良かった、はい、いいですね、才能をすごい感じさせますね。武藤さん、どうですかこのレッスルワンの所属。去年の9月にね、はい、レッスルワンという団体が旗揚げして、そうですね、3月2日に今度は両国で試合するんですけど、はい、このあの団体がうまく軌道に乗ったら次は女子プロはレッスルあたり手掛けたらいい、面白いかななんて感じさせてくれたんですね。ぜひ、はい、この映画のおかげでですか？この映画のおかげで。意外とね、はい、女子プロ若干ブサイクなやつが。やめなさい、ちょっと武藤さん、ちょっと彼女たちがやってくれたらなんか、いや本当ですよね、うん、お客さん集まりますよね、うん、はい、はい、武藤さんは何をきっかけで格闘技をやられるようになったんですか？うん、俺もう話せばすげえ長くなるんだけど、はい、いやもう元々はね柔道やってて、ね、はい、柔道をやってその後、はい、あの柔道整復師と骨継ぎの学校行って、はい、はい、うん、でまあまあ骨継ぎをやってる時にねスカウトされた。うん、すごかった。うん、じゃあ柔道からプロレスに。いや骨継ぎってことで人の体を治すのってなんどうも向いてない、はい、壊す方がいいなと思って。なるほど。彼、はい、なる転職で、はいはい、やっぱり女の子って夜道とか怖いじゃないですか、うんうん、護身術を何か一つ、うん、なんか教えてもらいたいな。あ、護身実際ね、はい、こんなで中途半端こう並ぶよりね、はい、絶対に逃げた方がいい。なるほど。逃げるが勝ちですか？もうね、男と女って基本的にねもう体力も違うし、はい、どんなにこうあれしても、うん、はい、反抗しないで、もう、もう大声出して逃げた方がいいよ。まず逃げる、逃げる、ご真実は、はい、逃げるが勝ち、はい、逃げるが勝ちということ。逃げるが勝ちですね。なるほど、はい、逃げます。逃げましょう、じゃあ皆さんエスケープ、はいはい、ということで、じゃあ、はい、ただ英語にしただけじゃないですか、ちょっと違う、あのゴーバスターズっていうので、はい、エスケープっていう役をやってたら皆さん笑ってくれたんだと思う。なるほど、すいません、知らなくて。ありがとうございます。さあ、お三方に大きな拍手を。